皆さんおはようございます。マーティン・ダーミア・クバ・キンタス、巨人在籍したカミネオさんと申します。いずれも高橋義信監督時代、2年目と3年目に、で、まあ、2年在籍した選手、抑えとして活躍したそうです。最初の1年目は抑えとしてボニューツ2点台と一定の役割を果たしたそうです。当時外国人、マニーやカミネオ、マシソン、えー、マイコラス、まあ、クルーズなど、いろいろいましたからね。はい。 当時、外国人の、まあ、合わせ方が4人までだからうまくいかなかったです。5人に拡大すればうまくいったかもしれません。まあ、クルーズとか、アンダーソンとかもおりましたからね。なかなかうまくいきません。あ、ギャレットでしたね。はい。なかなか難しいです。そのカミネはスライダーとスプリットが最も得意にしており、この変化球は全く手てず、まあ、ツーシームも得意にしているピッチャーでございます。いやー、早すぎて驚きましたね。はい。2年目は大炎上となってしまい、 その一年目ほどではない成績でございまして結局は対談してしまった。大荒れのピッチャーですね、二年目はね。いやー、ほんまに驚きましたね。はい、以上です。バイバイ。